スタジオにバイスキャプテンの背番号13番渡辺博之選手を迎えています。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。はい、上着はすごい暖かそうですね。チャンピオン寒いですね。寒いですね。はい、いや本当に急に寒くなりましたけれども、はい、まあ、そんな中今日練習ですよね。今日練習終わりで今来て、はい、って感じですかね。なんかもうちょっとギリギリに入ってやろうと思ったんですけど、はい、意外にちょうどよく来てしまいました。なんであえてギリギリ、なんかギリギリで入って喋り出すのかっこいいじゃないですか。あ、なるほどね。あの滑り込んでさっとね、他局というかね、まあ、あのテレビで、はい、千原ジュニアさんがあの、あの某番組で、はい、ジャケットをスタイリストさんからこう着てマイクをつけて、はい、でスタッフさんとバーバー喋りながら、はい、あの出囃子になってそのまま止まらずにステージに上がっていくっていう、はい、ケンコバさんが迎えにいてこうそのまま入っていくっていうのに憧れてるんで、ちょっとそこに座りたくなかったんですけど、スタジオの前にスタッフさんにあの、はい、あのちょっとこれ座っといてくださいっていう時間すらちょっとこうなく入りたかった。あ、お願いしますって、今ベストブレックスです、お願いしますで入って着席して喋りたかったちょっと早かったですね。まだちょっとやっぱビビっちゃうんです。遅刻したらどうしようっていうのがね、根の真面目さがね、やっぱり出ちゃいました、ね、まだちょっと CRT に慣れてないですけど。なるほどね、はい、まあ、次にちょっと期待したいと思います。疲れてるんじゃないですか。まあでもその例年に比べるとプレームタイムとかはね、去年一昨年とかその前に比べたらまあ少なくはなってるんですけど、まあでもちょっと太ったりとかしたんですよ。なんかあるなんか動画を見た時に、あ、これなんかちょっとむくんでるかなってちょっと思ったんで、ちょっと頑張っては見てはいるんですけど、あ、じゃあちょっと今絞ろうかなっていう、まあちょっとですね、けどなんか今この時間こうしてる間にもですね、僕は6時半ぐらいになったらウーバーイーツを頼もうと思っていて、もう準備しててカレーなんですけど、いくらだと思います？え、値段？カレーだけじゃないですよ、もちろんいろんなもの含めてトッピングとか。ああ、800円どうするのじゃ、2840円です。高くないですか？何頼んだんですかそれ。いや、まあそもそもこう配達料とかも込みでちょっと高くなるんですけど、やっぱちょっと僕がこう行きつけのカレー屋さんがですね、はい、トッピングをするごとになかなか値が張るので、何今日はでもさすがにちょっとお腹空いててカレー食べたいなって思ってたんで、ちょっとまあ今日ぐらいいいかなと。いつもね節制してるんですけどね、最近炭水化物なるべく減らす。そうだけどちょっと今日はいいかなっていう、ちょっとお腹空いたなっていう、カレー食べてえなっていう。なるほどね。え、トッピング何したんですか？いや、それはプライベートなんて言えないですよ。僕のプライバシー。そんなもん。そ、年収聞いてんのと一緒ですよ。カレーの僕の具、その年収なんてベラベラ喋るやついないでしょ、そんな。ないですけど、そんな2000円ぐらいになるってなんか、まあ、こうかな。いや、だからこそ言えないんですよ。それ800円ぐらいだったら、例えばポッカレーですよとか言いますけど、ほんなら2845円もするようなカレーのその中身言えないですよ。アワビとか入ってちょっと今はそこで裸になってみろって言ってるもんですよ、それそれ全然飛躍してます。セクハラですよ、カレーの具聞くのは。やめてください。カレーの中身を聞く言われますよ、このご時世だから。本当に松井さんなんかそんな分かります。カレーの中身聞いちゃいけないんですよ。ダメですよ、そんなの。セクハラどころの話じゃない。渡辺選手がパワハラです。カレーのトッピングのことだけは聞かないでください。ダメです。結構ブレックスの選手たちココイチ好きな方多いじゃないですか。はいはい、聞いちゃいけませんね、じゃあ。いや、僕はダメです。他のやつは聞いたんじゃないですか。あいつらはもう何の恥ずかしめもなくカレーの具を言い上がりますからね。そうですか。本当にちょっと恥を知ると思いますけどね。鼻膨らませて言ってるだけ。それも、まあ、なるほどね。まあでも、はい、今日じゃあね、久々にちゃんと炭水化物しっかりとって。そうなんですよ。もういいんじゃないですか、試合の話はしなくても別に。いや、ええー、そう。いろいろありますけどね、こう滋賀戦はどうでしたかって。そんなもん、ね、見てたでしょ、だってこれ聞いてる人は試合とかを。見てましたよ。うん、もうだってね、皆さん、でもね、やっぱここまでのね、まとめとして三日月さんは、いや、あの、鍋さん推しなんです。何さんは、三日月さん。三日月さん、はい、っていう。今お便り読んでます。あ、お便りとか来るようになったんですか、この番組。そう、生放送になったんです、ね。あ、なるほど、なるほど。今週はね、ゲスト渡辺選手ということで、はい、今週末のアルバルク東京との試合見に行きます。はい。ね、私は鍋さん推しです。ありがとうございます。試合中のプレーを見て、うん、一目惚れしました。ありがとうございます。そんなことを言ってくれる方がまだいらっしゃるんですね。いますよ。あ、そうなんでございますか。そうなんですよ。いや、だって今年もシーズン始まってから、私も渡辺選手のスリーポイント、うん、心動かされましたもんね。ありがとうございます。そっからまたチームが変わって乗るじゃないですか。まあまあそれはやっぱね、入れれたらいいですけどね。でもなんか最近オールスターがね、今度水戸で開催されますけども、はい、それのファン投票とか、まあ、SNS とか、はい、まあ、毎年毎年こう僕お騒がせしてたわけですよ、出るの出ないのみたいな感じでね、はい、でもなんか先ほど知り合いから連絡来まして、はい、
なんかその SNS 投票ってあるじゃないですか、はい、例えばファン投票は5人、でリーグ推薦とかいろいろあるでしょ、はい、でラストの1枠だけ SNS 投票なんですよ、はいはい、それをね 2,3 年前ぐらいはちょっと僕騒がせてたんですよ、けど今回、はい、こっちの B なんでしたっけね、ブラックの方が多分、はい、宇都くんがなんかそれこそ2000何秒、はい、何日間しかやらないのにね、2000分かんないのその大手ね、はい、で2位がまたアルバルクの子かな、はい、うん、だったんですよ。で3位が、はい、僕だったんですけど、250票とかだったんですけど、その1位2位が2500とかなんですよ。いやそのもう乗せんでよくないですか、3位まで。いやもちろん投票してくれてくれたら嬉しいですけどね、もちろん嬉しいですよ、でも1位2位でよくないですか。でその後遠藤100何秒でテーブス海何秒と書いたんですけど、いやいります、ちょっと恥ずかしいですよね。いや入れてくれた方は本当に嬉しいですし、そうですよ、中央のともこさん、はい、来ましたけどね、SNS 投票、なべさんに投票して、ありがとうございます。本当そういう方はいるんですけど、ブルスターさん、ブルスター戦出てもらって、もう鍋タイム鍋トークを繰り広げてもらいたかったんですと。いやいや、まあ、それもちろんね、僕もそうやって言っていただけるのは嬉しいですし、別に贅沢ないというわけではないんですよ、ただその圧倒的なる差を見せられるとやっぱちょっと乗せる、そこら辺ってやっぱさ、そのね開票する人とかね、公示する人のね、開示する人のそこら辺はちょっとさじ加減じゃないですか。まあこれはちょっとまあ2位まででいいかと、ここは競えましたようでいいかなと、多分その担当の方もねちょっと苦笑いしながらエンターキーでしょ、ちょっとだけいじられてる気がしてならないんですよね。まあいいんですけどね、別に。いやでもね、何事も要領っていうのもありますから。そうですよね、はい、見たかったですけどね、中央のともこさんは週末の東京戦チケット取れなかったんですと、はい、あらまあ残念ですけどね、またちょっと次の機会にね、鍋タイム発動してくださいと、会場盛り上がらないから頑張ってくださいというふうに書いてあります。ねえ、本当に。期待してますよ、鍋タイム。鍵がね、なくなって、今ね、ちょっとね、エンジンのかけ方がちょっと。あ、その鍵が見つからないんですか。今見つかってないです、ちょうど。見つかってない。はい、先週ぐらいが見つかってないです。あと多分、東海道新幹線落としたのかな。行きのね、行きで、そうですか、行きでも見つかってないね。でもそれまた多分 U ターンして、きっと近くまで戻ってくると思うんで、まあそう、掛川ぐらいで落としてます多分。さあその い, いやもうどういう戦いというよりももうご存知の通りですよ皆さんね、もう、すごいトップチームですし、やっぱ、東京さんもかなり今年は苦戦を強いられている前半戦だと思いますので、東区で10チーム中7位なんですね、はい、でまあ、先週の滋賀の試合見ていただければ分かりますけど、1試合目負けたチームがどういうメンタルで2試合目来るかとか、はい、まあ、大阪の2試合目もそうですけども、はい、やっぱそういうのって難しいですよね、やっぱ1試合目勝ってっていうのもありますし、やっぱそのじゃあ隙があったんですかとか、気持ちにこうね余裕ができちゃって隙を突かれたんですかって言われてしまえばその通りかもしれないですけど、やっぱりその2試合目もそうですし、今回に関してはやっぱりアルバークさんももうこれ以上ね負けれない年内っていうところのメンタルで1戦目から来るというところは、よりこう僕たちも、かなり細かいことまで気遣いながら、試合に臨まなきゃいけないでしょうし、まあ、年内最後のホームゲームっていうことでいろいろ力が入る試合だと思うので、まあ、そんな中でも勝ちに行かないといけませんし、僕らもね、だからやっぱそれすごく難しい試合になると思います、まあ、チャンピオンシップのような、はい、もうファイナルのような、トーナメント戦のようなメンタルで2試合戦わなきゃいけないかなと思います、まあ、引きずらないのもそうですし、まあ、そのどういうふうに自分たちが変わっていくかというのが、はい、まあ、いろいろ水曜日の試合入ってくると練習する時間とかがまあ少なかったりする中で、こうなあなあにしせずにね、こう現実を受け止めて次に行くかっていうのは大事なのかなと思いますけど、ですね、まあまあもちろん不祥は残念なことですし、まあかなりねファンの方にも人気のあるプレイヤーなので、やっぱ見たい人はいたと思いますけども、まあでもそういうのがやっぱシーズン通して起こり得ないことではないし、確率的には起こり得ることなので、まあそれも含めた上の、まあ、チーム指導の時からのこうリクルートだったりとか、まあ、LJ がね今それをかなりカバーしてるどころかもういいプレーをしてるので、
まあ、そういう意味ではまあいろんなことを言われますけどね、うん、いい意味でも悪い意味でもこうチームがあまり動いてないじゃないですか、ブレックスはっていうような言い方をされる時もありますけど、はい、まあ、僕からしたらじゃあ悪い点は何なんだって話なんで、うん、いや、いるはいるだけやっぱり成熟していくわけじゃないですか、はい、まあ、もちろんフレッシュさはないかもしれないですけど、でもやっぱそういうところが僕らの強みだと思うんで、うん、まあ、途中から入ったプレイヤー2人いますけど、はい、まあ、それも今見ての通りだし、うん、フィットしてないんですかっていう話じゃないですか、はいはいはい、だからまあそれはね、もちろん僕らは自信を持って怪我もしてもね、はい、やっぱり長くやってきたメンバーいるし、うん、経験もあるはずだし、はいはい、そういうのはやっぱどんどん乗り越えていかなきゃいけないかなと思いますけど ね、まあ、次のねアルバルク東京戦でもまた成長したブレックスを見せていただきたい、はい、頑張ります、はい、そうですね、そう考えると26、27が試合でしたっけ、そうです、だからもう25に移動ですよね、そうです、はい、で、はい、もう帰ってきて26、27、はい、帰ってきて28でしょ、うん、で9、30、31、はい、まあ、もちろん1日移動ですから2日から試合ってことは、ね、アウェイスタートここなんですよ、一番の山は。去年もだったんですけど、去年は琉球に行ってね、うん、とか沖縄行って大変で、はい、いろいろこう移動して天皇流行ってとかいろいろあったんで、ここなんですよ、山場、山場、年末一回だから2020年終わるって一回息抜きたいじゃないですか、はい、じゃないんですよ、じゃない、このバスケットのシーズンっていうのは確かにみんなが気抜いてる時が一番忙しいという、そうですね、ここなんですよ、今年元日に僕はもう12月を山場だと捉えてましたよ、このスケジュール、あー本当だ、ですよ、気持ちでもね、年を変わっても切らさないで、そうですよ、名古屋行ってまた名古屋行かなきゃいけない、名古屋というか愛知にね、愛知行って、すごいです、翌週が名古屋ダイヤモンドドルフィン、また愛知行くんですから、そう、アウェイ続きですからね、なので今天皇杯はまだチケットが大丈夫ということで、一番近いところだと1月13日、ぜひ大会は変わってもやっぱりブレックス応援をね、お願いしたい。そうですね、まあ、なんだかんだ言って天皇杯は取れてないので、はい、そこはちょっとどうにかしたいですね。お願いしたいと思います。はい、まあそうですね、年内残り4試合。もう強敵ですし、まあ、僕らがまあ先週先々週とね、いろいろまあチームとしてできなかったことっていうのもあるので、はい、まあ、とはいえ相手がすごく強い相手なので、見てる方々はですね、まあ、会場に来られる方もそうですし、はい、これね、インターネットとかで見られる方もそうですけども、まあ、見ていて面白い試合になるはずですし、はい、でその人たちのためにもぜひ勝利というものをね、年内届けたいと思いますから、僕らはもうアップアップになるかもしれませんけども、ぜひ皆さんの後押しで、勝利に導いていただけたらなと思います。はい、よろしくお願いいたします。まだ帰らないですよね。そう、なんか一応別にいいよという許可は取ってるんですけど、一応6時半過ぎましたので、ちょっとおさせていただきます。うまいですね。30分なんで、そう、終わった頃にはお家にカレーが届いてるようにしないと、そういうのは納得いかないんで僕。その間ちょっとね、一コーナーありますんで、じゃあエンディングまでよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ一旦ベストブレックスここまでとなります。栃木様もブレックスを応援しています。さあでは再びブレックスの背番号13番渡辺博之選手に登場していただきます。よろしくお願いします。もう少しお付き合いいただければと、はい、っていうか、なんかこのテーマとかあるんですか。今日は今週からクリスマスの話題になってます。はい、クリスマスで今までで一番楽しかったクリスマスは、でもまあ、これも僕のラジオでもまあちょっと話したんですけど、はい、なんだかんだ言って、すごいちっちゃい時にワクワクしながらね、うん、サンタさんを待って、はい、そのプレゼントが朝起きたら入ってるぐらいの時が一番楽しかったですけどね、はい、クリスマスを一番味わってたんじゃないですか。ご飯が出てね、鳥とか出てきてクリスマスケーキ食べて寝たらプレゼントあるとかがやっぱ一番今考えたら楽しかったですよね。ワクワクして、その後って結局なんか大人になって、こう、かっこつけたクリスマスとかしたことがないですね。例えば、恋人がいて、そう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 、ホテルとか取ってね、とかね、旅館取ってとかね、そういうのをしたことがないですね。今考えてみると。だいたい試合あったりとか、プロになってもするし、まあ、学生の頃は学生で忙しいし、今考えるとそこまでこう、ぐっと、はい。どうしますかね。そうですね、サンタさんに何でもいいんですよね。はい、いいですよ。あ、物が欲しいでもいいですけど、こういう願いが叶ったら嬉しいって今。でもね、どうだろう、大体あるんです。大体欲しいものある、大体揃ってますし、そうですね、最近良くなくて、広告とか出てくるでしょ、ネットとかの、それで、ね、買っちゃうんですよ。でね、そう、
あ、冷蔵庫欲しいですよ。か、急に。冷蔵庫ね、一人暮らし、もちろん一人暮らしなんですけど、はい、今もね、あの、一番最初にもう一人暮らしも始めた時の、はいはい、もう、ちっちゃい、あ、ね、あ、なるほど、あの、2個扉の冷蔵、冷凍のね、なんですよ。あんまあ、それがちょっと変えてないんで、はい、まあ、それ買いたいですね、いいやつ。でもね、あの、知ってます？今、ゴミ箱をね、こう、スッて近づくと、シュインって開く。開く。そう。え、そんなのあるの？あるんですよ。はあ、え、それはセンサーで？あ、多分センサーか、センサーで多分バッて、もう勝手にウィッて開くんですよ。スッて、ウィッてしまう。それが出てきてしまって、広告に。はい、まだ押してはいないんです、ね、押したんですよ。押したの？押しちゃった。押したんですか？それまだ滋賀に行く移動で押しちゃったんですよ。いりますそれ。いやでもゴミ箱は欲しかったんですよ。ゴミ箱と、あの、ゴミ箱と、あの、冷蔵庫がまだちょっと32歳が使う冷蔵庫とゴミ箱じゃなかったんですよ。なかった。はい。それは知って、て知ってしまうじゃないですか。かっこいいなと思って。いや、かっこいい。で、匂いもちょっとしてくる。消臭もあるんですか。もう、消臭というか、まあ、あの、匂いがシャットアウトしてくれる、うん。そう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 。すごいですね。だいたいそういうのって昔はさ、テレビ番組とかしてるじゃないですか。はい、最近はもういろんなところでバーって見ると、出てくるんですよ。賢いから携帯が、どっから聞いてんでしょうね、僕がゴミ箱変えたいなみたいなのも多分聞いてんですよ、こうやつは。そうそうそう、今、あ、今この広告だ、バーってこの広告出てきそう。確かにって思う時ないですか、携帯ってすごいなと思う時あるでしょ。そういうのって作用がね、そういうなんかその話してたらその内容の広告出てきたりするでしょ。そうそう、ニュースとか最初怖かったんですよ。本当に盗聴されてるんじゃないかと思って。しかもね、口に出してたりね、まあ打ち込んでたらね、はい、まあね、うん、じゃないですか、はい、もう何にも心で思ってる時あるでしょ。なんかそれも反応しネット見てて、あ、この人綺麗じゃないとかさ、芸能人とかね、女優さん綺麗じゃないって、別にそんな思ってなかったとしても、で何の気なしに調べないで、はい、あ、綺麗じゃないと思ってたら、その人の記事ばっか出てきたりしないですか。しょうもない記事まで、なんか髪切りましたこの人みたいな、何々さんショートカットにみたいな。いや俺、いや聞いてない、聞いてんですよ、ね、iPhone こんなバキバキなのに聞いてはいないと思いますけどね。本当にね、すごいですよ今の時代。、はい、さあそんなこんなでもう番組ね、まもなく終わりなんです、あと1分ほどで、うん、早いね。でこの後でも大丈夫ですよ、すぐ渡辺選手の番組始まりますもんね。9時でそれね、いつもしてもらってるんですけど大丈夫なんですか。いいの別に、気にしないでいいの。気にしないで大丈夫。あ、気にしないでいいんだったら俺も全然言おうだなと思ってるんだけど、ね、まあ、ありがたいですよ、メインパーソナリティの方に。すごい発表あるんですか僕ら、あ、そうですね、まあ、ちょっとした発表。すごい発表とか言っちゃうとね、まあまあ、緊張感走りますから。まあでも、まあ、はい、なかなかリスナーの方にとっては、はい、おまじですかっていう情報でだとは思います。あ、そうですか、はい、この後9時からそうお楽しみに聞いていただければ、現在のラジオ局で放送になりますので、はい、ぜひチェックしてください、はい、ということで最後まで残ってもらいました。全然全然、フレックスの渡辺裕典選手です、はい、週末試合頑張ってください。頑張ります、はい、ありがとうございます。クリスマス事情も伺いました、はい、ここまでのご案内、栃木放送松井理恵でした。また来週、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いえいえ、お茶の子さいさいですわ。